引用っ,っていうのはね日陰につく葉っぱ、陽陽っていうのは日向につく葉っぱです。決してね、陰樹の葉っぱを引用、用樹の葉っぱを陽陽っていうわけではありません。実はね、あの 印地の中にはね子どもの頃には陰陽をつけて、大人になると大人になると日の当たるところにヨーヨーをつける、ねそんなねあの印地もいるんで、ね、陰陽イコール陰地の葉っぱ、ヨーヨーイコール幼児の葉っぱっていうわけではありません。あくまでも日陰に生える葉っぱが陰陽、日向に生える葉っぱがヨーヨーです。で、この陰陽とヨーヨー、一般的にこんな違いがあります。縦軸に CO2 吸収速度、ね横軸に光の調査を取ったときに光保証点や光保証点というのは光保証点っていうのは、ね 光合成による co2 吸収速度と呼吸による co2 放出速度が等しくなる時の光の強さね。光補償点や光飽和点光飽和点っていうのは、それ以上光を強くしても光合成による co。2。吸収速度がそれ以上上がらないよ。っていう光の強さね。この光補償点、光飽和点どっちもヨーの方が高いね。光補償点、光飽和点どっちもヨーの方が。 高いねそんな風にそそれそんなことも知っておきましょう、そんな性質があります。まあ、もちろんね、あの強い光の下でたくさんたくさん CO2 吸収して、ガンガン有機物作れるね、まあ、ヨーヨーはあの日向たに適応してますよね、間違いなくね。だけどね、これ、呼吸速度も少ないんですよ、引用って。引用って削除組織っていうね、こう光合成を行うような細胞があと集まったような組織が発達しなくて、引用って基本的に薄いんですよ。で、薄いと、それだけね、あの呼吸速度も少ないんで、呼吸少ないってことは、なんていうの、えっと、呼吸って消費活動じゃん、有機物を消費する活動じゃん。 で消費が少ないってことだからそんなに、ね、光があんまり来なくてあんまり光合成できなくても引用は生育できるんですね逆にヨーヨーってめちゃめちゃ削除組織発達しててガンガンみんなで光合成するってことはガンガンみんなでね呼吸もするってことだから光があんまり来ないとみんなでガンガン呼吸しちゃってねあのこ確かにこれ呼吸速度ものすごい高いよね光の強さがゼロの時の CO2 放出速度放出速度を呼吸速度とみなすんだったね呼吸速度めっちゃ大きいよねあのヨーヨーはねだからえっと 暗いところではね、すぐ死んじゃいます。みんなして呼吸ばっかりやって、光合成あんまりできずに、ね、ヨーヨーは暗いところですぐ死んじゃいますで。こんな風なね、あの違いがあることを注意しましょう。